大相撲界で注目されている玉里石の妖精と称される美しい女性について詳しく掘り下げてみたいと思います。大相撲のファンであれば一度はその存在を耳にしたことがあるかもしれません。国技館の中でも特等席とされる玉里石に毎場所欠かさず姿を現す美しい女性。彼女の優雅な佇まいと気品に満ちた美しさから彼女は玉里石の妖精と称され多くの相撲ファンを魅了しています。では彼女は一体どのような人物なのでしょうか。今回は大相撲の砂かぶり席玉里石に座っていた女性についての正体や現在についてまとめてみたいと思います。ぜひ最後までご視聴してくださいね。玉里石で正座して相撲を観戦する美女の正体として芸能界のある人物の名前が挙がっています。毎日テレビで砂かぶり席に座る姿が映る玉里石の妖精ですが、マスクをしているため顔がはっきりとは分からず、相撲ファンの間では正体が判明するまで様々な憶測が飛び交っていました。ここではよく候補に上がっていた女性芸能人を2人紹介します。玉里石の妖精候補1は山根千佳さんです。ホリプロに所属するタレント山根千佳さんは玉里石の妖精の第1候補でした。山根千佳さんは家族が相撲好きだったため自身も大の相撲ファンとして知られています。小学校の頃、相撲好きの友達がいなくて話が合わなかったというエピソードもあるようです。目元が似ていることから山根千佳さんだと思うのは間違いではないかもしれませんね。山根千佳さんの趣味が大相撲観戦であることもその考えを支持する要因になっていたと思います。一方で反対派の人たちは2人のスマホを比較したりインスタの投稿から矛盾点を探したりして説得力がありますね。玉里石の妖精候補に智子さん。玉里石の妖精の第2候補だったのは研ナオコさんがプロデュースするケンズファミリー事務所に所属する智子さんでした。智子さんは研ナオコさんと一緒に相撲観戦に行く姿が何度も目撃され話題になっていました。そこで智子さんが玉里石の妖精ではないかと噂になったことがあります。智子さんが玉里石の妖精である可能性はすぐに消滅してしまう理由は2020年11月にテレビに映っていた玉里石の妖精に対して智子さんがその時入院していたためです。山根千佳さんも智子さんも玉里石の妖精の噂は事実ではないようですが、お二人とも相撲ファンの間で知名度がかなり上がったことは間違いなさそうですね。砂かぶり席に座る美女について特定した経緯をまとめた内容をご覧ください。この女性の素性について様々な推測がされてきましたが、2021年1月24日にニュースポスト7が報じたところによると、彼女は一般の方だったということです。相撲協会の関係者は次のように話しています。二所ノ関一門のある親方がお世話になった谷町のお嬢さんだと聞いています。谷町とは要するにスポンサーのような存在です。相撲界では私生活の財政支援や大量のチケット購入によって力士や部屋を支える人を指して谷町と呼んでいます。実は2022年に入ってから砂かぶり席に座るはずの玉里石の妖精と呼ばれる女性がいないことが何度かあり、大きな話題となっていました。普段の生活に戻りつつある中で大相撲の観客も通常通りになってきたことから、毎日テレビに映る美女がいない理由が明らかになってきました。玉里石の妖精がいなくてもその理由を知っておけば、どこに行ったの？と失望する度合いも軽減されるのではないでしょうか。2022年になってから砂かぶり石の妖精と呼ばれる女性がテレビに映らない日があり、 SNS ではいつもテレビで見かける美女はどこに行ったのかと騒がしくなっていました。玉里石の妖精がいない理由について検証したところ、
以下の2つの可能性が考えられます。1テレビに映らない場所にいる。2毎日たまり席を確保できなくなった。それぞれの理由について見ていきましょう。最初に、たまり席の妖精がいない理由として、テレビに映らない砂かぶり席にいるという可能性が考えられます。大雨なので、出かけるの面倒でまだ家。毎年、必ず、解禁の大月宮子さん二の姉様が、いないなんて珍しいと思ってたら、今日はいつもと違うテレビにあまり映らん後方のたまり席に二人でいらした。姉様は、姿勢良い子様、妖精よりも早い13時代からいらして、正座椅子使用せず、リアル正座で結びまで着物で観戦。ほんますごい。このように、実際、テレビに映っていないところに、たまり席の妖精がいたことを、報告するツイッターの投稿も見られます。つまり、たまり席の妖精は砂かぶり席に座っていても、場所によってテレビに映らない可能性があるということです。ステイホームでたまり席が空いていたときは、好きな席を選べたけれど、最近は観客数が増えて、希望の席を取るのが難しくなった原因と考えられます。さらに、本当にたまり席の妖精が会場にいない可能性も考えられるので、その場合についても説明していきます。たまり席の妖精が毎日テレビで見られなくなった別の理由として、毎日砂かぶり席を確保できなくなったということが考えられます。これは、やはりコロナによるステイホームの影響が収まったことが原因です。先ほど紹介したテレビに映らない砂かぶり席にいる理由と同じですが、大相撲の客入りが通常に戻り、砂かぶり席を毎回確保することが難しくなった可能性があります。たまり席の妖精は、二所の席部屋関係のスポンサーとして、維持員に割り当てられた席に座っていると考えられます。維持員には、東京、大阪、名古屋、福岡の4地区に維持員制度があり、東京は405万円以上、それ以外の地区は112万円以上の寄付をすると、3年間維持員になることができます。したがって、これまで試合を見ることを控えていた観客が、相撲を見に来るようになり、たまり席の妖精が毎日砂かぶり席を確保することが難しくなるという状況が今後増えていくと考えられます。今後、大相撲を観戦したいという人が増えていくと考えられますので、テレビでたまり席の妖精を見る機会は減少するかもしれませんね。また、たまり席の妖精は他の観客に配慮して相撲観戦を控えることもあるかもしれません。そんなたまり席の妖精が大相撲を観戦しなくなった最も有力な理由としては、歌舞伎座に足を運んでいるからだと言われています。これまで SNS で多くの目撃情報があり、もともと大相撲を観戦する以前から歌舞伎座に足を運んでいたとも言われているため、現在も歌舞伎を観劇している可能性が高そうです。マスク着用の義務がなくなったことなども考えられますが、個人の判断で着用することもできるため、大相撲を観戦しない理由とは言えないでしょう。いずれにしても、大相撲でたまり席の妖精の姿を見られなくなったのは残念ですね。たまり席の妖精は2022年11月場所より連続休場中です。ピンとした美しい姿勢で観戦されるお姿を拝見すると、私も身の引き締まる思いになってくるだけに、再び綺麗な姿を見れる日が待ち遠しくてなりません。2023年は観戦されずに終わり、2024年になりました。今年こそその姿を拝見したいものですね。たまり席の妖精ファンとしては寂しいですが、定期的にテレビで大相撲を見ることを願っています。たまり席の妖精からは多くのことを学ぶことができます。彼女は伝統芸能を愛し、どんな状況でも品格と礼儀を忘れない姿勢を示しています。今後も彼女に注目し、いつか彼女自身の口から相撲への思いを聞いてみたいと考えています。それまでには彼女のプライバシーを尊重しつつ、彼女の美しい姿を遠くから見守り続けたいと思います。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきまして
ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか？前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。